はい、石川さんの、ねえー、お尋ねにちょっと参考に、ねえー、してください。えー、っとこれねあの今あのコ,ンデンコンデンサー、えー、C1 が1ファラット C2 が2ファラットでねそれで9ボルトであの充電するそうすると、あのー、C1 の電圧 V1 はあのー、6ボルトになりますねで電荷は何ボルトになるかやったらー6 V 路ーーになりますね。はいあのー C それから V2 の方ですけどねこれは 3V になりますねで、えー、これも6クーロンになりますよねほん、はい、で結局う全体のねク、えーロン数も6クーロンなんですねはい、えー、Q=CV ですか C は3分の2ファラットになりますんでね それに電圧9をかけますと 6, 6クーロンになりますねそれでねそれをね、えー、並列につなぎますね。そうしますと並列ですからこれはあの合成、えー、ですね静電容量が、えー、1と2で3パラットになりますよねそれで、えー、電圧はどうなるか言ったら、えー、これ全部で12クーロンありますねね12クーロンを3で割ると4ボルトになりますよねはい、えー、それで えー、どうなるか言ったら、えー、と C1 の方のですね、えー、電加量というのは C1 掛けまあ VP で、えー、4クーロンなんですね。それからあの C2 の方のクーロンはあ8クーロンになって両方合わせて12クーロン。あの上と一緒ですよね。全体としては12クーロンになるわけです。でねこれをまたねまた直列につなぎ直すわけです。 そうしますとどうなるかやったら、えー、今度は C1 と C2 が等しいでしょ。ということは全体で12クーロンあったのが等しいから、容量に関係なしにね、等しいからこれ6クーロンになる。両片あの6クーロンずすぐにフラットになるわけですよね。はい。そうするとまあ電圧はどうなるかやったら、6クーロンを1ファラットであると C1 の方は6ボルトになる。 で、シーツの方は3ボルトになってですね。あの前の上ののですね。9ボルトとね、えー、同じになるよとこういうことなんです。ちょっとこのね。1番下のあの12クーロンをですね。えー、均等にあの振り分けるんやということですね。こんな問題はまだなんかないと思いますけどね。はい、まあ、あのこういう関わり合いがありますんで、参考にしてみてください。